スプラトゥーンの中でのお金の稼ぎ方についてですが、お金は、右上の今俺だったら 23,37 って書いてあるあれね、あのやつのお金の稼ぎ方は、まあ、一番効率がいいのが多分このまあバイトになるんじゃない？クマさん紹介、あのサーモンランよね、いわゆるサーモンランやってると、あのカプセルの中、あれどっか見れるんかな、帽子しか見れんの、今の自分の状態見れんのかな、あれ見れんのじゃな、どこまで行ったかっていうやつ。まあバイトでやるのがまあおそらく一番いいでしょう。で、あとはロビーから行ける縄張りじゃない、バンカラマッチのオープン。さっきチャレンジでやったら、チャレンジってお金もらえないっぽいね。多分もらえないと思う。で、こっちのオープンの方はもらえるよね。なんか普段、まあ参加型でほぼやるから、オープンの方しかやらんかったんよ。で、大体俺がお金を得るのはもう、このバンカラのオープンか、サーモンランしかないから、割とバカにならないね、こっち。バンカラマッチ。で、レギュラーマッチもお金は手に入る。レギュラーマッチ確か、あれじゃないかな、塗りの、状況とかに応じて、みたいなことじゃなかったかな。で、プライベートマッチはもらえないよね。で、でも、レギュラーマッチより、バンカラマッチのオープンをやった方が、もらえたと思う。そう。で、今日この話をしようと思って、ちょっとあれしてたんよ。ちょっとだけ調べたんよ。そう、なんかそういう感じっぽかった。そういう、で、一番金稼ぐのにいいのは、サーモンラン。その次、バンカラマッチ。その次、レギュラーマッチ。だと思う。梅桃さんおやすみなさい。どうせ解いておきます。ありがとう。どれくらいもらえるか、ちょっと一回やってみようか。オープン。目が閉じてきた。また遊びに来るのはいつも。おやすみ。ありがとうね。そう。この生放送をしながら同時に、アーカイブを動画としてアップして、普通にタイトルをつけて、やるようになる。しかも、うわ、日付変わってんのか。もう1時か。早いな。ちょっと今日ダラダラやっとる。なんか放送外で動画作ってもいいんだけど、まあどうせ編集しないからな。で、放送中に喋っても一緒かと思ってやってるけど。これ何？ヤグラか。ちょっとこれは今、どれくらいお金がもらえるか、ちょっと試しにやってみてる。ちょ、なんかはまってる。やった？待て。ナイス。
ナイス。オッケー。これでどんくらいもらえるか見てみよう。これが2万ちょいだったよね、今。2万ちょいだったのが もうちょいで腕前上がるな。2000くらいか2000くらい上がったかな。2000くらい上がったと思う。だから5回勝って1万くらいになるんかなっていう感じっぽいね。ついでにサーモン1回やってどんくらい上がるかも見とこうか。あんまり同じような動画作らんだろうかな。あんまりそういうの細かく見てないんよね。でもあのカプセルを拾えるかどうかがでかいんよな。で、そのあのカプセルもらえんかったらどうなるんだろう。あ、間違えた、変なとこ飛んでる。あのサーモンラインやってたらカプセルみたいなのもらえるんよ。なんかあれの中になんか5000とか3万とか入ってる時もあるかな。5000とか入ってるよね。あの辺がまあ割とでかいんだけど、それもちょっと取り切っちゃってんだよね今日。普通にやってどんくらいもらえるかちょっとやってみようか。このそのカプセルがどカプセルと関係なく関係なくもらえるかどうかを。勝てるかな。勝てんかったら中途半端になるよな。今22,700いくらだったよね確か。結果からそれを差し引けば2日に1回更新されるんだったかな。さあサーモンランか。ことか。危ない。やばい、ちょ、待て。いや、なんか、3になってからちょっと、サーモンライン油断したらちょっと死ぬようになっちゃってるよね。危ない。割と油断できない。油断できんのよ。なんか浮いてないあれ。ズームワイパークリアしたいぞ。あ、これか。これ光ってんのかどうなのかわからんのよな。やべ、むやみやたらに開けよる。
まあでも、間に合うかな。もう一歩分くらい。わからんでも開けてしまった。あ、あ、待って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 、危ない開けてしまうか。ナイス。どこ、あと4個。よし、いけた。サーモンのギア、お金と交換なくなったからお金が足りん。うわっ、霧かよ。ナイス。危な、待って、うわやばい、ロンブラか。危ない。いや、これ単独じゃ無理だな。ちょっと待って、これ危ない、動けん。危ない、あいつ。危ない、動きにくいんよ。危ない危ない。あ、うえー、マジかよ。やばいやばい。じゃあ 4K かよ。 4K。あいつ落ちてる。待って、死んどる場合じゃないお前。待って、なんか一人めっちゃ死んでんな。いや、死ぬ死ぬ死ぬ。どこ、いや無理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 。くぅ、ナイス。
いやーこれは闇の情報が漏れています。じゃあこれでどんくらいもらえるのか見てみよう。あ、ちなみに今あの6って書いてある銅の鱗、あれは大物鮭を倒すともらえるらしい。これくらいの感じで、どういう計算方法なんだろうね。この上の報酬メーターっていうところで1200くらいまでかな、はなんか結構間にカプセルみたいなやつが結構頻繁に入ってて、でそこで結構儲かるんよ。それが今もう取り切っちゃってるからない状態でやってどんくらいいけるか一回やって、ちょっと広がりか。もらえないのかな、どうなんだろう。え、もらえないんだな。え、そうなんだ今気づいたんだけど、あれない状態だったらバイトやっても意味ない、意味なくはないけど、あのギアもらえるけど、そういうことなんだ。じゃあサーモン取り切ったらギアが欲しい場合以外はもうお金が欲しい人は縄張りかバンカラのオープンやるっていうことなんだね。やらんといけんってことなんだね。らしいよ。実際やってみた結果。で、報酬メーターまだ全然取ってないっていう状態で、間にカプセルがこう、まだ入ってる状態だったら、サーモンランやるといいね。っていうことのようでした。では。ここで区切るわ。